昨今はニュース番組でもクマのことをクマって発音してるよな。あれ昔クマだったと思うんだけどな。最初からちょいちょいねアイテムアイテムって言ってますけどアイテムですよね。でもっと言ったらあの服ですし。壁ドンです。壁ドンね。あれですか、ビーズの。ビーズですね。ビーズじゃない、ビーズの。クマモンではなくクマモンです。松本効果って効果よ。高いねって書くの。違います。意外にアイスって俺思ったんだけど何でも合うんじゃないか説。何でも合うんじゃないか説。アクセント合うんの呼吸みたいな発音で言ったけど意外にアイス何でも合うんじゃないかと思って。なるほど。合うんじゃないか説。合うんじゃないか説。そっちでいくんですね。